今日は実際にプロファイルを打たせていただくことになっています。ヒアルロン酸と聞くと私たちの場合ボリュームをアップしてリフトアップしていくようなヒアルロン酸になるのですが、それは加強されたヒアルロン酸で、今回のプロファイルは非加強といってボリュームアップするものではなく、全体的に拡散して広がっていって肌全体に栄養を与えていくような注射になっています。それではプロファイルを注射させてみます。実際の製剤ではないんですけれども、色素をつけたものになっています。それでは注射します。実際はこのスピードで拡散するわけではないのですが、注射してから数日かけて全体的に皮下組織まで広がっていきます。その後、繊維が細胞を活性化させ、コラーゲン、エラスチンを増やすとともに脂肪細胞にも働きかけ、ふっくらとした弾力をよみがえらせていきます。まずちょっとマーキングなのですけれども、まあ、大体ちょっと胸骨とか胸骨下部を狙って打とうかなと思います。でまずは目尻から2センチ離れた胸骨上、もしくはちょっと胸骨下部のあたりに1箇所で、次に鼻孔とトラバスを結ぶ線、眼科の交わる線ですね、垂直に交わる線、ここら辺ですかね、ちょっとここら辺は慎重ですね。次にトラバスの1センチ前で、あとは下顎骨角がだいたい1センチほどで、次に顎のこの中心上の線を3個に分けたうちの一番上のところ、そこから 1.5 センチぐらい、ここぐらいですかを狙っていきます。では早速打っていきます。プロファイルは少し時間をかけてゆっくりと下の層に流れていくような性質がございますので、かなり浅い層、神秘深層と言われる部位ですけれども、見た感じちょっと盛り上がるぐらいに浅い層に打っていきます。ちょっと痛みを伴いますので、ゆっくりと少しずつ打っていきますね。チクッとします。打った直後ですけれども、変わったり見た目的にも少しポコッとなっていますが、だいたい翌日までにはもう引いていくことが多いです。少しずつ時間をねかけて下の層に浸透していきます。触ったりすると施術後しこりがあるように感じるんですけれども、これは次第に吸収されてなくなっていくので、特にマッサージとかしなくても吸収されてなくなるので安心していただければと思います。